こんにちは、かくすけです。ステッパーケース続きやっていきます。ゲラーちゃんがね、団長から暴力を受けたのではないかという疑問が出てきたところで、改めてゲラーちゃんの陳述を聞くところだと思います。いきましょう。何ですか、ゲラーさん。お互いのために単刀直入に話します。事件当日、あなたが現場に訪れたのは19時30分。被害者に殴られましたか？あなたたちはどうしてそんなことまで。方法があるんですよ。被害者に殴られたことは認めるんですよね？いえ、少し言い争いになりましたが、団長に殴られてはいません。私たちには正直に話した方がいいですよ。違うって言ってるじゃないですか。そもそも私の何が悪くて団長に殴られないといけないんですか？それは被害者の暴力が妥当な理由なんてないでしょう。それは正当化できない行動ですから。それでも被害者があなたに恨みを持つ理由なら、僕たちも聞いています。被害者はゲラーさんに恨みを持った原因、それはおそらく。はい。原因は、どれだろう。原因を聞いている。どれかわからないな。ま、この辺のどれかなんだよな。あ、違った。はい、騙されて雇ったと言ってた方かな。うん、そっちか。被害者はあなたのことを騙されて雇ったといつも言っていたよ。そうですね、ゲラーさん。あなたのスキルは何かと制約もがつきものでした。そのため披露できる技が限られていました。それが被害者の期待とは違ったんじゃないですか。それで被害者はあなたを。殴られてません。殴ったならまだしも、殴られた人がこんなことを話すと思いますか。最後までしらを切るつもりだな。やっぱりプライドを守るために隠しているのか。それ不快じゃないですか。はい。公演中でもないのに顔の半分も隠してるじゃないですか。その仮面、普段もつけて過ごしてるんですか？ゲラーさん、見せていただけますか？仮面の下の顔を。ああ、あざがある。他の人たちには秘密にしてくださいね。え、その傷は被害者によってつけられたんですか？はい、隠してすみません。犯人だと疑われるかと思ったのもありますが、何より他の団員たちに知られたくなかったんです。どうして知られたくなかったんですか？悪いのはあなたじゃなくて被害者の方じゃないですか。それは違います。悪いのは私です。どういう意味ですか？それじゃあ詳しいことは陳述で聞くことにします。あなたと被害者の関係について話してください。わかりました。多分皆さんが知りたがっている情報はないでしょうけど。うん、私はもともとストリートパフォーマンスで小銭を稼いで暮らしていました。今
今舞台上で披露している技もその時身につけたものです。ある日偶然団長がその技を見て私をトランプタワーにスカウトしたんです。後で分かったことですが、団長は念動力が使える新しい団員を探していました。私が念動力を使っていると勘違いしたんです。おかげで私は新しい団員としてメンバーになれましたが、団長が求めるような遠くのものを操るようなことはできませんでした。最初は隠そうとしました。結局バレてしまいましたが、団長が私のことを嫌うのは当然です。ちょっと殴られたからといって恨んだりはしません。なんだか期待していたものとは全然違う陳述が出てきてしまったな。団長が勘違いしただけじゃん。とりあえず舞台で披露する技というのはどんなものですか？虚空を飛び跳ねるピエロと言葉で説明するのがややこしいんですが。俺のことですか？劇場の入り口でトランプタワーのポスターを拾いました。この空中に浮いているピエロがゲラーさんですよね。はい、思いっきりジャンプしてスキルを使って空中で立ち止まるんです。そしてその状態からまたジャンプして止まるのを繰り返しながらだんだん高いところに上がっていくんです。この時落ちるか落ちないか演技しながら観客の本能をリードすることが一番大事になります。確かにちょっとややこしいな。忘れないようにこのポスター持っておくのが良さそうだ。そしてもう一つ気になる点が、被害者に殴られてもどうってことないとおっしゃいましたよね。どうってことないってのは違いますが、それでも理解できます。理解できる？あなたに暴力を振るった人をですか？本気なのかと聞きたいが、おそらく本気だろう。陳述書には何の異常心拍も感じられなかったんだから。この場所、トランプタワーは私が初めて居場所を感じられた空間でした。団員みんなが私と同じ傷を負っていたからです。同じ傷？ケース捜査官は聞いても理解できないと思います。ステッパーとして生まれて経験してきた全てが私たちが負った傷ですから。私は団長がどうしてあんな人になったのか分かります。他の団員たちも同じです。バーノンさんとアストンさんはそう考えてなさそうだったが。トランプタワーは私の全てです。それでも私はここの人たちを騙しました。それに関する処罰は受けるのが当然です。テーブルにくっついていなくて心拍は読めないけど、取り調べの担当の意見としては絶対に嘘をついている人の目じゃないわ。僕には理解できません。結局19時30分に起きた出来事は全て予想通りだった。しかし結局事件に進展があったと考えるのは難しいだろう。なんだか知りたくないことだけたくさん知った感じだ。新しい陳述が何かしらで捜査の役に立ったらいいんだが。でも全てだと言ってる人は殺そうと思うかね。これで容疑者全員の話を聞いたみたいね。どう？何か分かった？バーノンさんとアストンさんの2人が現場に入らなかったのは間違いないと思います。2人ともドアの前までは行ったみたいですが。ステッパーが犯人の場合、遠隔殺人は珍しいことじゃない。ドアの前にいただけでも十分怪しい。結局は被害者が殺された状況や方法を解き明かせていない部分が大きいです。消えた凶器も見つかってないし。それでもかなりの手がかりが集まったわ。ここからはお互いの意見をぶつける時間よ。意見をぶつけるといってもどこから言うべきか。まず容疑者を特定できるような手段が必要でしょう。ブリアン、さっきお願いしたものある？あ、そういえばケース、いやノートだったな。渡すものがある。わざわざ訂正しなくても大丈夫ですが。これは痕跡写真ですか？扉前か。そうだ、
事件現場のドアの前の写真だ。廊下のように移動が多い場所は足跡を特定しにくいが、ドアの前で立ち止まる人はそんなに多くいないから。容疑者全員が手袋をしていたため指紋は残っていないが、足のサイズで足跡は特定できた。それで被害者の死亡推定時刻を把握できそうですね。ふっ、さすが理解が早いな。それじゃ今まで得た情報と一致するか確認してみることにしよう。まず19時半にできたユリア・ゲラーの足跡はすでに何度か話しましたよね。これが一番先にできた足跡です。ゲラーはこの時被害者に暴力を振るわれた。しかしゲラーがこのことで被害者に恨みを持ち始めたわけではなさそうだ。そして次にできた足跡は20時にオズ・アストンが訪ねました。自分は部屋の中まで入らなかったと言っていたな。しかし被害者のいびきを聞いたそうです。これはテナさんのスキルで事実ということが判明したので、その時まで被害者は生きていたという意味でしょう。アストンさんは最後に被害者の生存確認をした人ということです。フレデリック・バーノンは20時45分に訪ねました。陳述で20時半と言っていましたが、15分ほど誤差があったみたいです。本当だね。この時バーノンはノックをしたが反応がなかったと言っていたな。この時被害者が生きていたのかは不明だ。最後に残った足跡は21時、ユリア・ゲラーが死体を発見しました。その後にアストンとバーノンが順番に現場を訪ねたが、事件とは関係ないと判断して写真には表示しなかった。それから別に一つ気になる痕跡があったから書いておいたが、これは後で話すことにしよう。これまでの情報を合わせると被害者の死亡推定時刻は、オズ・アストンが被害者の生存を確認した20時から21時の間の1時間。その間に被害者は殺害されました。よし、死亡推定時刻を特定したから捜査にも進展があるよね。いいえ、それは違うと思う。結局容疑者全員が死亡推定時刻に現場の前を訪れたわけでしょ？そう、違うよね。私もそう思う。当然違うでしょ？この子どうしたの？ただ、気にしなくてもいいです。後輩にいい顔見せたいのかね。そうですか。最後に被害者の生存を確認したのはアストンで、最初に死亡を確認したのはゲラ。そしてバーノンはその間に現場を訪れたから、3人の容疑者全員に疑いがあるのは変わりないということですね。残念。もう少し死亡推定時刻の幅が縮まれば容疑者を絞ることができただろうに。もしバーノンが現場を訪れた時被害者がもう死んでいたら、それを証明することができるとしたら、本当にそうならその後に訪れたゲラーの容疑はなくなるでしょうね。でもそれは単純な希望でしかないじゃないですか。え、そう？ノートはどう思う？はい、僕ですか？どうだろうか。何か気になることはなかったか？今まで得た手がかりの中で今の状況で何か証明できるようなものは。アストンさんが被害者の生存を確認した方法を考えると、その逆もまた可能かもしれない。確かにいびきが聞こえなかったんだな、きっと。何も聞こえませんでした。どっちだろう。どっちを、これかいびきのあれか。ああ、よかったよかった。何も聞こえませんでした。
バーノンさんが現場を訪れたとき、部屋の中から物音が一切聞こえなかったと言っていました。この陳述書には異常心拍も感知されなかったです。その時被害者は生きていたのかどうかったのかは知りようがないだろう。いいえ、被害者はその時すでに死んでいた可能性が高いです。何何、それはどうしてわかるの？記憶調査書です。チーム長は死体があったところの記憶を読み取った時、被害者のいびきが聞こえていたと言いました。そうね、そまりにそのいびきはある瞬間まで途切れずに続いていたわ。ある瞬間というのは、被害者が殺される瞬間です。当然じゃないの？死んでもいびきをかく人間がどこにいるのよ。重要なのは被害者のいびきが止まったことじゃありません。被害者が死ぬ直前までいびきが続いていたという事実が重要なんです。ああ、そっか。バーノンが部屋を訪れた時、被害者が生きていたらいびきが聞こえたはずだよね。だけど…しかし、部屋からは何の音も聞こえなかった。つまり、バーノンさんが部屋を訪ねた20時45分は、被害者が殺された後だったということです。そうすると、バーノンより後に現場に到着したゲラーの容疑はなくなるのね。違う違う、それは違うでしょ。ユリア・アゲラーのスキルは可比可視性なんたらだから念動力だったじゃない。わざわざはドアの前に立たなくても壁の向こうの被害者を殺せるんじゃないの？あ、そのことなんですけど、おそらくゲラーさんには遠隔殺人は不可能だったと思います。今になってそれを。ノート、僕たちがユリア・アゲラーを判定人だと断定できなかったのは、長距離殺人が可能な彼女が被害者に接近した状況が不自然だったからなんだが。今になって考えが変わった理由があるのよね。ここに来てからゲラーさんについて新しく知った情報があります。その中にゲラーさんが遠隔で犯行を行うことができない証拠があります。この文書の中に書かれています。うんうん。あれ？陳述書、ゲラーさんかな？遠くのものを操るようなことはできませんでしたかな？あ、よし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 。はい、アストンの陳述書。アストンさんは2回目の陳述の中で、やや短い中でもゲラーさんに関する陳述をしました。うん、ゲラーは被害者に最も苦しめられた団員だって言ってたよね。ええ、それにその理由はゲラーさんのスキルにありました。ゲラーさんは物体を浮かせることができますが、自由自在には操れないんですよ。念力を扱えるといっても、壁の向こうにある人を殺すためには巧みな操作が必要でしょう。物体を浮かせることしかできないゲラーさんには遠隔殺人が可能でしょうか？そのアストンが勘違いしていた可能性はないかな？ここの人たちはパフォーマンスにスキルを使ってるみたいだから、わざと隠さない限り勘違いしている可能性は低いでしょう。ゲラーが人を殺すためには被害者に接近する必要があった。結局最初に下した前提に戻ってきてしまったな。しかしその結論は反対になりました。被害者の死亡推定時刻にゲラーさんが現場に接近しなかったことが明らかになった以上、ユリア・ゲラーには殺人を犯す手段がなかったということです。はい。これでユリア・ゲラーは捜査線上の容疑者から消えた。残る容疑者は2人になったわ。だけど被害者がどう死んだのか分かっていない以上、
犯人を特定することはできない。被害者の命を奪った凶器についてもまだ何も明らかになっていません。僕たちはまだこの事件の核心を解き明かせていない。核心があるわけじゃないけど、凶器について一つ考えたことがあるの。凶器は隠されたんじゃなくて本当に消えたんじゃないかな。消えた？どうやら君も僕と同じ考えのようだな。容疑者のうちの一人、そんな凶器を作れる人物がいる。そうだよ、その人が持っているスキルを使ったとしたら可能だよ。二人の言うスキルはおそらくこれじゃないかな。氷だね。精製水って言ってたけど、こっちでいいのかな。精製水が紅茶なのかな。消える凶器が作れるスキル、オズアストンの連鎖性氷結のことを指しているんでしょうか。つまり氷を使って凶器を作ったと。そうだよ、それそれ。どうしたどうしたリーダー、そんないきなりスルーっと。死体の状態を見ると凶器は重いものだということが明らかじゃない。そんなものを隠すなんてできるはずがない。絶対に溶けて消えたんだよ。わあ、私さっき鳥肌立った。そう考えると現場は水浸しだったじゃない。しかし凶器を氷で作ったとしても、アストンさんは現場のドアを開けなかったみたいじゃないですか。部屋の中には足跡も残っていなかったですし。そのどうにかして実行したんじゃないかな。そのどうにかしてを明らかにするのが僕たちなんだけどな。足跡については方法があるかもしれない。待機室の痕跡写真を見ると、現場には四角形に押された跡がいくつか残っている。はい、そうでしたね。一体何の跡だったんでしょうか。僕は踏み台が残した跡なんじゃないかと思う。氷でできた踏み台。あ、なるほど、それは考えなかった。アストンだったら氷でできた踏み台を使って移動し、足跡を隠すことができる。考えてみたんだが、どうかな。お、ブリアンハイタッチ。ああどうかしら。チーム長、なんだか気に入らないようだな。まあそうね。その踏み台を踏んで被害者を氷の鈍器で殺したとして、戻る時にはどうする。適当に現場に捨てておいたらいいんじゃない。どうせ溶けるんだから。溶ける前に誰かが部屋を開けたらどうしようと。死体がある部屋の前を守ろうとでもするのかしら。それは氷を溶かす方法は少し頼りない推理だが、念のためだ。とりあえず二人を手伝ってみるか。氷を一瞬で溶かす方法ないわけでもないからな。あ、やっぱ共犯なのかな。これかな、放射型発火。あー、やったー、いい調子だぞ。はい、バーノンさんの発火スキルを使うとしたら氷を溶かすこともできるでしょう。そうだ、その通りだ。アストンとバーノンが共犯だったとしたら。ノートハイタッチ。あ、僕は後にします。それじゃあ20時に予約しておくね。ノート、本当にこれが事件の真相だと思ってるんじゃないわよね。しかしなかなか辻褄が合うとは思いませんか。現場の床に残っていた水はアストンがスキルの触媒に使ったに違いないです。それに凶器に使われた氷はバーノンのスキルで溶かしてしまったんだよ。それでカーペットが水に濡れてたんだ。本当にブリアンさん
テナさんとブリアンさんの推理には抜け穴がないだろうか。もう一度捜査資料をじっくり見てみよう。どこか見落とした部分があるかもしれない。現場のカーペットに残った水は本当にアストンさんが作った氷が溶けたものだろうか。アストンさんのスキルは他の容疑者たちと明らかに違う点があったよな。なんか精製水じゃないとダメみたいなのがあったよね。精製水って精製水ってなんだっけ。ちょっと待ってね。普通の真水ってこと。純粋な水ね。いやー結構大変なんだな。ミネラルも取り除かれている。完全なる精製水、真水。これと、ちょっと待って、氷が溶けたというか、これに反対だそうだ。固定オンにして、で、濡れてたのは紅茶なんだよね。温かい紅茶。これかな。おいしょ、やった黙っちゃう。これがガチってなるまで。申し訳ないんですが、現場に残っていた水を触媒に使うのは不可能です。え、どういう意味だ。ノートを裏切り。ひとまずアストンさんの管理情報を見てください。アストさんのスキルには他の2人の容疑者と違って触媒が必要です。触媒はスキルを使うのに必要な条件だ。アストの場合にはスキルを使うために水が必要だな。はい、正確には精製水が必要です。それがどうしたっていうの。資料をよく読まないと。現場に残っていた水は全て紅茶だった。それじゃあ紅茶は間違いなく精製水じゃないです。アストンさんがこれを触媒に使うのは不可能です。じゃあどうなるんだ。それじゃあ私たちの推理は外れってことね。そうね。ブリアン、ハイタッチは返品するわ。残念だな、いい推理だと思ったのにこの二人ちょっとポンコツで可愛いね返品ってなんだよ。ブリアン、テナちゃんはね、もともとそんな感じだけどこんなクールそうなブリアンさんがね。え、終わっちゃった。そんな、こんな気になるところでエンターキーを押してくださいって出てますが、まあ時間もちょうどいい。私的には解決して終わりたかったんですけど、今回でまだまだ続きそうですね。ではご視聴いただきありがとうございました。